株式会社日本証券クリアリング機構は日本の会社。金融商品取引生産機関の一つであるほか、日本で唯一の商品生産機関でもある。2019年現在、日本取引所グループの子会社。設立背景は、日本の証券取引所での上場株式等の現物取引の生産業務を担うということにあったが、その後取扱い生産業務の範囲は拡大。 取引所で取引される現物並びに上場デリバティブのほか取引所を返さないクレジットデフォルトスワップ、金利スワップ、日本国債の各取引についての生産業務も行っている。JSCC は商品デリバティブに係る生産機関の信用力の強化を目的として2020年7月27日に株式会社日本商品生産機構を吸収合併し 合併前に JCCH が持っていた生産機能関連取引の生産機能が統合された。同合併後は JSCC はそれまで行ってきた金融商品債務引き事業に加え商品取引債務引き受け業も執り行う。各証券取引所、市場がいわば自らの生産機能を切り出し、それらを集約するという意味を持っていた。 店頭デリバティブの生産集中の流れに対応したもの。CDS と同じく店頭デリバティブの生産集中の流れに対応したもの。証券取引における効率性、利便性及び安全性の向上を追求し、我が国証券市場の国際競争力の強化に資する。信頼ある業務遂行力の向上を危機管理体制の 強化リスク管理体制の充実財務基盤の強化海外等に向けてのプレゼンス、工場内部管理体制のさらなる強化、サービスの拡大に向けた対応特に株式等の決済に係る生産を行う部分については、ホフリクリアリングと類似していると言える。主な違いは、以下の通り、以下二つ業務の許認可等を受けている。1、金融商品債務引受け業。 金融商品取引法が定める内閣総理大臣の免許並びに商品先物取引法が定める主務大臣の承認を受け実施可能となっている業務に商品取引債務引受業商品先物取引法が定める内閣総理大臣の許可並びに金融商品取引法が定める内閣総理大臣の承認を受け実施可能となっている 業務に本証券クリアリング機構は、債務引き受けを行った取引に関する現金並びに、証券の最終決済を、以下の期間、または方法を用いて行っている。各生産業務において、用いられる、決済期間の種類は異なる。なお、上場デリバティブ生産業務において、担保として、生産参加者が差し入れることが可能である、有価証券のうち、米国債、英国債、 独国債及び、不都国債については、ユーロクリア社等の機関の日本、証券クリアリング機構の口座に差し入れを行うことになる。債務負担対象取引書き種類を例とする、金融商品で、かつ指定金融商品市場で取引がなされるもの。債務負担の景気対象取引が市場で成立した時に、債務負担が行われ、明示的な債務負担申請は要しない。 債務負担対象取引債務負担の契機、T はに記録させることで、JSCC に対する債務負担の申し込みとなる。その後、JSCC による確認を経て、債務負担が成立する。生産業務に用いる生産システムの開発、運用はグループ会社、兄弟会社である、株式会社東京証券取引所が行っている。詳細は、クリアリング生産集中義務を参照日本の、 金融商品取引法を中心とする法体系における生産集中義務が課される取引の条件のうちの一つとして JSCC がクリアリングの対象としていることが含まれている。以下に生産参加者一覧並びに各生産業務ごとの資格を示す。ありがとうございます。